この番組はさらば青春の2人オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りしますしずるけらとフルーツポンチ村上のハーバンブルーラジオ <music> この放送はザ・森東をキーステーションにお送りしています改めましてフルーツポンチ村上です面白い<っ>あちょっとご,らごめん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  なんでだよ忘れてたむちゃくちゃじゃんやってることこの新しい挨拶あった潰しじゃん単純にいや今のも本当にあにそういうタイプなんですか違う違う違うそんなタイプで一緒にやってけないじゃん俺が自分の自己紹介した後に「フルーツポンチ村上です面白いです!」までは寄ってくって俺決めたって話しましたよね前回ね話したうん いや悪かった悪かったすみません今後ちょっと気をつけるけどこれはもう続けていかないと意味ないんでそうだね確かに申し訳ないましたけどあのね最近ちょっとねいろいろとまたギャグとかちょっとトークというかギャグとか増えましてそれもこの前もう放送結構前に終わってるんですけどギャグで だけであのカルタ五0音字のカルタを作るっていう番組があったんですよ、うん、あの、うん、特番で深夜に小木上さんが MC で、うん、芸人キュンっていう番組で小木上さんはそのモニタリングというかそのスタジオでそれを見てて、うん、そのと違う日に撮ってるんですけどいわゆるギャガーたちが、うん、あ,のありものじゃなくてその場で あの五十四順要はあからまで、まあ,あ,あなんか前言って言ってたやつが<ー>もうそのと収録してその放送も終わったんですけに、はい、出たことによってはい、はい、で過去使ったことあるやつ使っちゃうなんで、その場で、うん、でその本来の僕はスケトで途中から出てくるんですよだからちょっとしか出てないんだけど、うん、えっとだからヤギさんと中衛さん、えー、イエスアキと、うん

え、待って、えー、う、え、ん、ー。えーえー、出るえっとギャグで有名、うんギャグで。うん、ギャグで有名な。もうギャガ完全に。えー、庄司さん品川庄司さん違う。先輩じゃない。うん。後輩多分、うん、中英さんとあれだ。あ、でもそうあ、4名かなごめんなさいね。ちょっとこんな。うんいや、ちょっとそれ知りたいな。うん。待ってよ、誰がいるえー、ギャガギャガ 篠宮さんかりまししたた人でごじゃないよなんだよ。で前半の助っ人に僕以外で誰野田さん鬼ヶ島のがいたんだけど野田さんは僕かぶったんだけどそれはというありがたい放送も見させてもらってすごいよくしてもらってたんだけどでも三30分番組なのよ。 だからどっちかってギャグ50個全部見せるっていうよりそのギャグを作る楽屋の空気感みたいなのもをこう出してるわけね芸人が一生懸命ギャグを生み出そうとしてるっていうところが一番メインだったりするからであとはその楽屋で五人が、うん、5人とかその4人とかが相談して「うん、じゃあ俺「あ」で行ってくるわとか言ってお客さんが5人だけいるのよそのステージに行ったら。うん でその5人が5人とも笑えばこのクリアってなるわけねああそ,、うん、それを50音で潰していくんだそうそう<ー>そういうのやっててもう前半でかなりだからみんな潰れてたみたいで,、うん、で僕後半出てってやってったんだけど全然僕ダメでさもう残ってる文字も少なかったでもな、うん、最初でその時に「だから僕ギャガーじゃないのになんで出てるんだ?」って話じゃない,いそうね、うんしたらなんか一応そのなんかチープものまで見てくれたら分かんないけどそれでだから最初に持っててみんなに一応最近俺去年からギャガー始めましてとかって、うんはいはい こやって言ってチップモノマネもやらせてもらって、うん、それよく反応よくてそれはありもの,のやつねを、うんね、見してで親でもまあ一個お題有事とかってもらったんだけど、うん、でやってよくてでそういうのをみんなでそういうのも考えてくれるというかね他母さ相談しながらとかいうの考えてやってて1個目にやったのは正直もうチップモノマネじゃなかったんだけど、うん、あのー。 あれねあのカ文字はえっとねでもおおおででその時はオールスター感謝祭って言ってて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 て左手っていうのけどねその時はもうね今ねちょっと今ちょっと上手にできるようになってるんだけどその時はなんかもうちょっとその一番最初に行く初めてそこに舞台に行ったからおと思ってお開せるったなんか緊張してきてマットかもめんぜんなんかててててててて 左手みたいなの1個いっぱい空いちゃってあ,あ,あだみたいななんかああってなって、ね、でそ,れそれでも今となってその時はダメだったけど今となって今そのギャグもオール邸感謝祭でいけるなと思ってあ,あ,あれなんかチープの匂いがしてくるね、うん、そうなんだよちょっとチープのスピンオフ <laughs> あらうんうんいけるなと思ってお<ー>それ使えるなと思ってうんで結果としてちょっと番組的によかったずっと俺,俺が何回でもダメだったんだけどうん一番最後に「 一応和音のウォが残ってんだけどウ<ォ>でもまあ、ウォなんだけど無理やり落としてもいけんのよウォっていう発音したりいけるのでうん、うん、残ってて俺がそれを何回か実はチャレンジしたのよ同じの、うん、最初に思ってたのが、うん、そのお化けだ哲也おお、あれ見たことないお,お化けだ哲也で、うん、最初はその普通に武田哲也さんがこうらめ、うん、しやだけでだこれダメだったのよ、うん ウケない受けないこれでダメだったんだけどそれをね諦めずに何回かチャレンジしてってかまで何回かチャレンジって同じ,の,同じの,のじゃないんだけどちょっと変えてははい、はいそのやり方をそのうん、うん、そしたらその最後も残ってるのが棒だけだったんだけど「あのー、そのそ何ですか?」って言った後にあのに「赤い狐と緑の魂」って言ったらこれが5人笑って。<laughs> そわでめっちゃそれで50音クリアだからなんかすげえいいとこいただいちゃってあさ一番最後だそうでもそれもちろんそれまでの他の人がそうなんだけどたくさんやってたかっこよかったんだよね他のギャガーがも,うでも「家桜」とか「ちょっと行きます」とかって3連続ぐらいクリアしたりとかわすごいそれもめっちゃかっこよかったんだよもう盛り上がってそれで家桜は他じ仕事であと10分しかやれないみたいになってラスト10分でむっちゃレンチャンで行ってむちゃくちゃクリアしたのよそれもすげえかっこよかったんだけどでもさ、うん、それだけみんなのこうえっと えー、努力の結晶を、うん、最後、うん、緑の魂で締めれたっていうのはすごい、はい、いいことじゃないみんなも納得のはい、はい、納得のよくやったっていう感じになってくれたんで緑の魂ねそうだっていう、うん、だから俺ももう本当んあのあそこのメンバーに認められたってことはもう本当のギャガーになれたなっていういあれギャガーか<で>そうかそうなのよでそれがさなんで俺がまず呼ばれたんだろうずっと疑問だったのよ、うん、言ってもその 他のメンバーたもう、ま、直球のギャガーでね。うん、でだから俺の時、まあ、もしかしたら誰かがどっかでなんか見てくれて、うん、ちょっとあえてうまくないやつ、うん、ギャグアじゃねえじゃんっていう人落ちとして呼んでくれたのか、うん、そのマネージャーがなんか頑張ってくれたのかとか考えて、うんうん、まあでもまあよ結果よかったなとは思ってたのよ。うん、んそしたらさこの前さ「ザオーの収録があってさ、うんうん あののよよく出てるですよねね<あ>番組ははさんが、ねね、やってる番組に出てって、うん、それを収録終わりまして帰ろうと思った時に、うん、その蔵王の作家さんが声かけてくれて、うん、あのいったら多分チーフ作家さんだと思うけど結構あの偉い上のね方が、うん、まあいつも挨拶はしてるんだけどバーって言ったら「うん、あ私だ」あしたってったあ村上君」って言ってあのこの前あの出てもらったあのギャグのやつ僕あの。 あれも実はやっててって、そういうことかってなって繋がるんだ。繋がったよ。だから多分それ入ってるから実は最近こんなんやってるって言ってくれたんだろうなと思った時に、それでブワーってなんか自分の中でブワーって合ってんだと思って。なんかそれはすごい。少人数の時に一番遊んでた人だけど引っ越しちゃってずっと会ってなかった人に会えたみたいな。あいやそのそれぐらいなんかわあええ。 そういういことだったんすかみたいなそう「えそのストラップ?」みたいななんか「ペンギンの人形のあるパン屋さん」<laughs> みたいなそのなんか<あ>なんななかその、ななんでそれ知ってんのみたいなそのへえー、そうそうそううわそれはすごいねた立ち読みをする、してるとすぐ怒る本屋の「雷おやじ」みたいなそんなんかああ だからサスペンスでいうと、うん、その左のやけどっていう <laughs> <laughs> なんかキリ悪いけど <laughs> ちょっとなんかまあ難しかったけどなんかうしかったなと思ってそれすごいね、はい、いやなんかさ俺あの座王きっかけで何か呼ばれるってことはないんだけど、はい、なんかあのこう行った先で「うんうん、座王面白かったです」とかって言われるのは あるのやっぱそうね、俺もなんか、ここに、だから、今までね、ガン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 、まただ、偉そうじゃないですけど、読んでいただいてたんだけど。この前、え、ここで言われると思った。何どこ?。収録?。マジで意外だと思う。え、そこ、そこで、そのもの、名前出るっていう場所。って言われたんだけど。どここの前、まあ、ちょっと本出した。関連もあって、取材をね、結構、受けさせていただいてるんですけど、そのね、この前、あの、面の取材受けたのよ。 メンズ飲んのよあのもう言ったらメンズ飲んのもう一番かっこいいやつよだってこの世で一番かっこいいでしょこの世で一番かっこいいやつメンの表紙になった人がもう一番かっこいいって言われてるからね今だって紙スも一番かっこいいな紙スも一番かっこいいやつも熱さもペースもさあるも一番かっこいいやつだからそれに出たのメンのの取材を受けてまあその後ろの方にあるじゃんいろんな最近出た本とかのとこもあるじゃんあれってファッションだけじゃなくてカルチャー的なとこの部分なんだけど それで集英社さんですよ。集英社さんに行ってさ取材受けるわけよ。で案内してくれる編集の実際にた取材をしてくれる人はライターさんのか編集の方がかんない男性の方なんだけどそこまで案内してくれるエレベーターに行ったのが多分女性の編集の方なんだよ。だからメンズのものやってるぐらいは多分まあおしゃれとかすごい。まあねそれ人に 実は私あのザ,ザオを見てますって。え <laughs> え？えザオと思って。その大阪チャンネルに入ってあのー、ね、うん、の吉本のいろいろ見れるあれに、うん、大阪チャンネルに入ってあれ見てザオすごい見てて。うん、あのごめんなさいあの,あの土下座王からのあの躍進すごいですよね。<laughs> ちゃんと見てくれてる。<laughs> ちゃんとストーリーで見てくれてる。もここにまで、ね。わすごい。嬉しかったね。いやそれはすごいね。うん。うん あどこでやっぱ誰誰か見て,、ね、見てるんだよ結局面濃の人が見てるのよ。ええー、ま面濃って言ったらもう今一番もう日本一番ファッションのもうアンテナ一番もう尖りまく一番ビンビンとこだからね。そうだね。だってザオを見てる視聴者の中で一番おしゃれな人ってことだよね。<あー> <laughs> いやそれはザオを見てる他の視聴者に対して失礼だろう。<笑><笑> いやすごいよ村けでも村けこれはちゃんとその本を出してメンズノンノまでたどり着いた村けんがいるから知れたことでしょまあまあそうだねそうそうそれもあるかもしれないやっぱりそれはそうよ当然当然だって渡りも言ったんですそれだって渡りが言ってるわけないん意味わかんないじゃん俺が俳句の本出して渡り面のンの取材答えてさ「アメカジ好きです」じゃないの「ライトニング」の取材ならまだしますまだね面のんとアメカジも全く。 関係ないからさ。そ,そうだね。うん。そうか。向こうもわタわタするで。<laughs> そうだ。ええー、っていう。私来ちゃったけど。私、うん、来ちゃったやったけど。なるから。で <laughs> ずっとうなずいてるぞ。うん、ただ誰かが来てないより困るぞ。<laughs> 来てるってこと。<laughs> 来てるけど。<laughs> えこれどう返す来てない分にはあれ呼べばいいけど。

いけけけそうななんだけどいけない、まあ、いっぱい全部大変なんだけど、うん、まあで大喜利とかはさその,もうそのお題を次第じゃん準備とかじゃないじゃん正直言うと自分の力を能力を高めるだけなのよそ、ね、これってね、うん、面白くなくしかないってい、うん、とんでもない大喜利、ね、ギャグとかものまねトークとかまあ考えれる、ねうん、その中の一個アドリブ性というか、まあ、あるけど即興性もあるけど考えても受けるっていうものがモノボケっていうのがあるんじゃない モノボケねまあモノちょいちょい変わるけど、まあ、結構同じで何回か見てるからさ想定はできるじゃないなんかバットとかさマツチバゼみたいなのはあるもんねそうそういつもでもさモノボケって結構みんなすごい指名するじゃんいや確かにあのー、すごい指名しあの結構最初の方にみんなモノボケ座れなかったしモノボケっていう選ぶ人結構多いでしょ多いでも俺すごい嫌なのよ俺も嫌だまあ、まあ、得意なのがないっちゃないんだけどモノボケ結構嫌だな勝ったイメージないのよない うん、だって、えー、それももう言ったんだけど前、まあ、多分これ大丈夫あのであのよくさジュニアさんが、まあ、西田さんが、まあ、とんでもない化け物だねモノボケのもう今全部強いけどモノボケその中でも,もうちょっといやそう神がかってる、うん、俺これは西田さんがモノボケ選ぶの禁謹慎した方がいいと思ってすらいるんだけど <laughs> 確かにファウルだよねちょっと反則なのよ、うん、な気味じゃない中でさよく、うん あのジュニアさんからモノボケ西田さんとかやったあとによく言うやつでさあのあのあそこにさよく下着、うん、下着があるじゃないブラジャーとパンティがさ、うんうん、道具であってあれ使って滑った人いないんですよとかいうのもよく言ってるわけよ、うんうん、よく言ってんだけどあ<の>あの俺放送されてないんですけどそれ使ってすごい滑ってんの、ね、よ。 ランジェリーで、うん。えでもジュニアさんはちゃんと、うん。だ覚えてないのよ。多分そのスス放送もされてないし、それやっぱり。うん。ブラジャー使ってそのブララララブラブララララちゃちゃとかいうのやって、全然滑っすっげえ滑ってんのよ。博士太郎みたいなやってんだけど、<laughs> すごい滑ってんの。うん、だけどそれも多分記憶がなくなってんのよ、ジュニアさんの。ああ。滑ったことある,んだよ、ね、あるんです。ありますだからはっきり言いました。<laughs> 昔。うん。 いやそうなんだ,よだから俺の中では難敵だったんだけどこれ一個いいの思いついてやってないんですけど<ん>ちょっとだから池田さんにものないけどちょっとイメージだけ膨らませてもらっていい。でしかもこの実はアーバンブルーでちょっと、うん、いた参考にもさせてもらってるんだけど実は昔ほら結構ちっぽものものもらってたじゃないてんあ、はい、聞いてる人から。ら、はいうん それをちょっっと使はいあのモノボケによくいろんなえー、人魚の,あの足とかまあいろいろ学生服とか、うん、白衣とかかかってる、うん、ハンガーラックみたいのがあって、うん、でいろいろ服かかってるじゃない、うん、あれをあれごとまず置くわけ いろいろ服がかかってる状態のハンガーラックを置くわけど真ん中に置くわけで俺がその後ろに行くわけ僕はその後ろに立つの座ってもまあとにかくハンガーラックの後ろに俺いるの村犬が見えない状態見えない状態でございますちょっと隙間からはちらっと見えてるぐらいそれで僕がまずそれで「じゃあお願いします」ってなったらその状態で僕が「どうも福島正治です で実に見えづらい。はい、これどうですか。え、いいじゃん。これいいよね。福山、まま、福山、で福山雅治って、くくれ、もらってんのよ、この、聞いてくれてる人から。<え>その時は、だから、名前だけだったんだけど、<え>モ物ぼけとしてじゃないんだけど。うん、それがあと、その。これいけるよね。それ。しかも。うん、やっぱ福、ま、福山。福山っていうのが。いいね。うん 福です響きもなんか面白いし福全然カメラからすると俺あんまり見えてないっていうそのバカバカしさもあるでしょで実に見えづらい実に見えづらいあれそれすごいあれこれいいよねこれ最初に「デュ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 」って言わなくていいよねあいや言わなくていいんじゃない言わなくていいねうんなんかま軽くちょっとあんちゃん的ななんか一個挨拶 いのなんかいきなり以上も一撃目にどうもああんかそれあそういういきなり名前じゃなくてスーパードライみたいなことでーかとかあった方がいいってことね。で例えば最初にわかんないけどね福山雅治があのえ 福山雅治っていうのをまず頭に入れさせてそっちの方が福山雅治が入ってき、はい、やすいから、ね、今1個目の声が名前じゃない方がいいとまず何かの真似してんなって思わせてた方がいいってことね、うんうん、だから例えばうん、うん、こんなはずじゃないさそれも分かってるみたいなでぐらいは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 、うん、いは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 いい これ以、は、上、い、モノボケこれで今1個獲得しましたうわそしてあとはだからあそこにハンディカメラみたいなのもあるからオール体感謝祭もいけるなと思ってあオール体感謝祭オール体がテテテテテテ左手ってオール体感謝祭っていうのこれもこれもモノボケでいけるなと思ってやっぱあれ最近思ったの物をどう使うかなんだってあそうなんだあえ <laughs> モノボケって物をどうか使うんだ <laughs> やっぱりあそれをそう使ってきたかってやっぱり ただ使ったただだだけじゃんんとかなよ置いといてなら適当なこと言ったら受けるもんじゃないんだお知らないけど多分ダメあれだライブでやるモノボケの時はなんかさ思いついた人からどんどんやっていくからさパンパンパンって意外とリズムでいけるけどあれでも準備ものを用意してる何にしようかなって考えてるとこもあってそれを置いた。 そのものもを実際に置いてまとっているっていう,うん、うん、見られてる状態でさあどうぞじゃないですかそうねかだからそうするとやっぱりそのものをまず一回えこうどういうことなんだろうこれって 1> で一回ハテナを作っといてでなんか一言とか言ってアンサーにしてあげた方がウケるってここれ、うん、ここ17年目で初めて気づきました、うん、俺も今聞いて、うん、はあ 確かにそれやった人がウケてるって思った、うん、そうなんだよ西田さん全部そうなんだよやっぱりなんかうわもうすでに空気感面白そうん、でも何なんだこれはって言ったら一言うわそういうふうに見立てたんだという西田さんモノボケで一度も負けたことないんだよマジでマジでだからもう反則なのよそれはねだから今俺ちょっと今後ちょっとそれはだから俺クレーム入れようと思ってるあ確かにねモノボケ西田さんがやんちょっとなしじゃないですかね、うん それで間違えて西田さんが選んだ場合もうファールで退場っていう負けっていうふうにしてほしいよね確かにいやでもこれちょっと今だからオール体感謝祭と福山雅治ちょっと今引っ下げて楽しみなのうわだからモノボケ今やりだからこんな気持ち初めてよやりたいっていううわすげえなー今まででもやっぱやりたくないが強くなっった出てても,もちろん勝ちたいしいやよし、うん、受けたい受けたいと思ってたけどうん、うん、どっかでやりたくないってやってる,いや分かる今やりたいの早く。 いやすごいな。<だ><う>池田さんが、だからふあの普段やってる、その、なんていうの、うん、戦う前のキャラクターでやんじゃ、うん、あー口見てよっていう、うん、あの、まああの嘘があるじゃない。うん、いや、やめてよ嘘じゃないよ。それ嘘だとしても、ごめん、言わないで、言わないで。<laughs> 嘘でとしても、たぶん、あの、かましがあるじゃない。<laughs> まあ、かま、いやってでもね、うん、そういつう気持ちいい。あれの、まマジのあれになってるのよ。早く俺に物吹きやらせてくれって。 いや俺さ、うん、なんかあのこの間さあこの間まずその蔵王出た時さ、うん、あのなんか物ボケみたいなの、うん、あのものがあのこう袖にあってちょっとこう「あった」と思ってちょっとチラッと見にてた、うん、そしたら誰か誰だっけな九条だっけなあの皇帝の、うん、で「あれ?」っつって「うん、あっ蔵王って儲かってんすかね?」みたいな。うん

何もなかっったたととこころにチャーーシューがあったこと気づいてんのよだからそれ確かにあの物を探す時俺らってうわっ、うん、思いつかなきゃやばい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 って思ってるじゃない、うんうん、だそれがもうそもそも思いつかないスイッチなのかもねうわ、まあ、こんなにあるぞっていうあワクワクするぞみたいなそうそうだからスーパー行った時にさお腹膨らませなきゃと思って食材選んでても楽しくないじゃん美味しい料理できないじゃん それがうわこれもあるぞこれもあるぞだったらこれは出ていけっていう考え方であれを見てたら意外とそういうメンタル面で俺これマジでありそうじゃないいやそれは一番最初の自己紹介にもつながるかもしれない、うん、ちゃんとやっぱ「<う>面白いです」って楽しむっていう今を楽しむって逃げにも聞こえるかもしれないけどでもやっぱり。うん 本人がおもろがってる楽しがってるやつの方が受けウケますよね伝わるじゃないですかうん、うん、この温度ってっ本人がやっぱそうだなっていうのって意外とさうん、うん、やっぱだからそれあると思うだからそれいいかもね今後物をあれさ、ね、選ぶときにわワクワクスイッチ、うん、そうだねだ西田それでやってんだよずっとあれもうなんかずっとだってだってあれさ考える時間長ければ長いほどさ大ン、うん、上はもちろん当然そこの探しに行ってるシーンは短いけどさ、うんうん あれ、長いほどみんなハードル上がるじゃん。確かにね。あそこ、空気信じられないぐらい静かだからさ。だってさ、やっぱ、あの、西田さんがさ、一回物ぼけするときにさ。じゃ、あ西田さん高校だったかな。高校で。あの。本当に真っ先に。あの。ちっちゃい売り棒。売り棒の人間を持って、ポンって送って、そんなことできない。いきなり売り棒持って置けないよ。置けない。だから、もう、で、自分の中で、うわ、誰ってなんのよ。 言いたいぐらいの感じなのかな、うん、もうで考える時すっごいじっくり考える本当に別に焦ってないというかゆっくり選んでる時もあるじゃん確かにねいや本当にたまにだからその焦んない方がいいんだよねやばい、うん、やばいやばいって思ってないのよちゃんとじっくり見て選んでるあれ多分カウントダウンイベントで「このモノボケを、えーうん、年越す前にやって年越しましょう」って言われててもあの 選んでる状態ででで年越し嘘れぐらいの余裕だよ別にいやこれ選んでる途中で年越してもいいやって思ってても、うん、1986543210って言って、えー、ハッピーニューイヤーパン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 いやーすごいねあって売り棒売とそれぐらいそれぐらいだからあの俺らが空気読みすぎなんだよ多分その悪いなとかこれ長時間考えたら申し訳ないなとか そんなな怒る人いないじゃん一人もだっても確かに、ね、あ,あ,あそれはどんどんハードル上がると思うけど、うん、でも全部責任は負うしねこっちが面白いのが思いつい要は面白いのが思いついてないのにとにかくやるよりも面白いのが思いついてやる方が結局としては恩返しになってるわけうそうねいや確かににだから俺今ちょっとモノボケずっと苦手でしたけどこれ二つあることによってちょっとやってみて受けたら今また一個自分の中で、うん、いいな 見つかかったもしれないですもそのいや俺その九条のチャーシュー麺の話もすごくいい駆だったらめちゃくちゃ参考になんかそれオンラインサロンやったら人結構来くるんじゃない物ノボケの物ボケの考え方みたいなオンラインサロンやったら俺入りたいもんね確かに見たいなあなるほどっていう俺やってくんないかな誰かそのさもうさそれダメって言うんだけどお金の稼ぎ方とか そのコミュニケーション術はもういいからうん分かる分かるあのモノボケの考え方だけを誰がやってくんねえかな、うん、それいきたいなそれだって教えてくれないわけじゃないお金の稼ぎ方の人にモノボケの,の聞いてもそれ,それは無理じゃん、うん、それはそれだって得意ジャンルじゃないし、うん、そうね、うん、ひろゆきさんがひろゆきさんってあのねいるじゃないち、うん、チャンネルね、うん、今俺今いろいろ YouTube で生配信でさいろいろ質問に答えてるやつあるじゃない、うんうん、あるある あれやってみようかな俺スーパーチャットしてそのものなんか面白いもの向けを <laughs> 考えてくださいっ <laughs> てなんて言われるんだろうっ、ねい,ね、いや僕はもう芸人さんじゃないんでって言われちゃうかなその、うん、はいって言われちゃうかなそのじゃない芸人さんじゃないでだからそんなの本当に、うん、あのたまにあのーうん、そのひろゆきさんのやつでこうなんかちょっとこう、あのー、茶かしみたいなのと一緒に扱われるんじゃないああ最悪だそうマジで真剣の悩みなのに、うん、まあそうだねだからもしかしたらこう言われるかもねその いや僕は、えー、そうあなたがやってることはそう社会の先生に因数分解の解き方を聞いてるみたいなもんなんでそもそも質問する相手を間違ってます。はいということでちょ,っとちょっとビール飲みます <laughs> 確かに言われちゃうなで,でもさどうするもしかしたらうん,うーんいやこれ、うん、あのまず何と何っていうものを送ってもらわないと無理ですからああっていうそういうかでもそれでどうする熟考しててくれたの初めて、ね、すげー面白いの出て あ売り棒と松分 <laughs> いやあれ <laughs> 売り棒を俺思ってますから売り棒ずっとある毎回あるじゃないですか <laughs> 西田さんよく使ってるし、うんうん、池田さんも使ったことあると思うけどあれ、うん、売り棒多分あれ手出しちゃいけないやつだと思う俺あれトラップだと思ってるからね売り棒いや売り棒は多分引っかかったって言ってると思う上で、うん、あ売り売棒使った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 食べだ,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 だよこれ、うん、多分売り棒使ってる 売り棒を使って受けてる人すごい受けるんだけど売り棒を使って受けない時ってなんか,なんかやーなう受けなさな感じするもん俺俺何なのいや<俺>売り棒はだからトラップなんかほ滑ることはたくさんあるじゃん僕だってでもさ歯切れいいあわか、まあ、気持ちわかるけどわ受けなかったわの時あるじゃん,んそのやりました静かですは滑った空気わかるの顔 あ、受けてないって顔で受けるって時あるね、うん。そうね、あるね。で、うん、売り棒使ってる時、それにならないのよ。いや、なんない。売り棒使ってる時、ああやっちゃったよ、売り棒使っちゃったよっていう。売り棒使っちゃダメやね。売り棒トラップだからね。いや、俺あの売り棒使ったら。うん 多分,多分俺ねスタッフさんかけようとしてんだと思う <laughs> 売り棒使ったら誰かが儲かってると思う <laughs> 何あのなんとかメーカーみたいなあの海外の,あのギャンブルのやつで <laughs> 売り棒で池田が受けたら100倍みたいなうわっっていう, <laughs> う何でも何でもギャンブルにするしあのなんかサイト <laughs> だからそう,そういうのあるかもしれないモノ <laughs> ボケにも全部オッっつ,ついてるかもしれないそうだそうなると、うん、あのでもハンガーラックはかなりオッつだ思いつかないと思う、うん <laughs> これ俺だからちょっとモノボケいに激しいモノボケとチープモノマネのやっぱりミックス今はもうどうやっぱりあのーチープモノマネを他のジャンルにばれずに溶け込ませるかはっきり言ってからもらいもんは俺かなりいけると思ってるからもらいも,は、まあもうんはもうそこからなんか言って。 いるそこにいる人から何かもらったって設定すれば全部いけるからそうねこれもらいもん,うん、うん、これ誰かの、うん、誰かからのもらいもんですこの映像だったらこありえるなっていうものであればうんうん、うん、確かに強いなチープまたさチープはやっぱあのー、まあ、えー、ほぼまああと780個あるからうん、うん、どれかに当てはまるしね使そっちはよね、まあ、でもほん当のモノマネ純粋系のやつだとエース級かなり放出しちゃってんの、ね、よも,もうやばいのよ実は。 だからちょっと今やばいのよもうちょっと当たりまだ、あ、だからちょっとライブ以降、まあ、作ってますけどちょっと手緩めてたから、うん、またこっからこっからちょっとモノチブママネのエース級を、うん、だからお化けてつやは結構いいなと思ってそうねお化けだてつやは、ね、そうそうそう緑魂でねあとだからこれがちょっとね多分受けないのがあの前見せたかな「オルフェーブル畑任三郎」ね <laughs> <あ>そ,のそのギャグの時に生まれてんだけどそれは本音されなかったけど「オルフェーブル畑任三郎」 オルフェーブル、ハタニンザブロ、見たことない。ですか？ひひん、ひひん。これですね。あのオルフェーブルっていう競馬の有名なサラブレッドですけど、オルフェーブルハタ、ええ、ひひん。人に言われたらオルフェーブルじゃなくていいんじゃないかっていう意見が出ちゃってるのよ。出ちゃってるのよ。まあその賛否あるね。うんそれは。でもまあオルフェーブルはもうわかるしね。オルフェーブルはもう超有名だよね。 ブルフェーブル畑任三郎なのかなっていうのは今ねちょっと競馬好きの人前ちょっとでもこれ珍味なんだね多分ねいやまあねフルとブルでねかかってる部分あるけどちょっと珍味すぎるかなっていうのはあるからもうちょっとこうちゃんとみんなにねオールマイまあ誰でもあはいはいすぐ。 まあまあむずいやっていうのがあった方がいいかなと思ってのそこはもう今こっからだねそのうんやっぱその苦労もう本当に分かってあげられないし、うん、やっぱすごいと思うう <laughs> 本当にやばいと思う,うでもなんかやっぱ楽しくできてるでしょやっぱそうなんだよねそれはだからすごいだから今一応モノマネのでてきてないんだけど、うん、何ていうの元の人、うん、っていうのもいいなと思って、うん、だやっぱりそういうのもあほらあそういうのからいいじゃん真似しやすい人見つけるっていうのもねそうねそうね確かにね だから今一応狙ってんのはあのあれ、うん、あのの,ののかちゃんねののかうんあの辺の子供のすごいあの歌ってるあの犬の周りさん歌ってるなんかすごい,可愛いか可いいえ<れ>知らない超有名なの,ののかちゃんだけどんか YouTube? いやなんかあれじゃない子供の、えー、のど自慢みたいなやつに出ててすっごいもう可愛すぎてなんか<ー>一回見たらすぐ多分見たことあると思う絶対いろんなのにもうその子出てるから今お<ー>それで確かの,ののかちゃんだったと思うけどね

あー響きってことなんか終わりが変わってんのってちょっと難しいね。うん、終わりは結構みん全部変えてないんだよね、うん、あんまりねあフグタマスオタさんとかねでもフグタのグタともなんかちょっとかかってる感じもあるし響きはさすがに、ね、<ー>フオタ<う>あみたいなかフオタ言うのかな マギー信じないさんとかもねなんかねいろいろねああもうギーでっかくなっちゃっただからねうん<ー>みたいなやつでねうん信じないですもんね信じないから信じないよ信じないからえんだろうねでっかくなっちゃうえっと不安になっちゃったっていう分で、ね、違うか信じないでもないから <laughs> うんちょっとねちょっと厳しいからね信じないもんね <laughs> あと木村拓哉さんの「マックミッキーもなんかねいけそうだけどね 惚れてまうやろうね。ああいいね。んかねちょっとまあだから今後ちょっともうちんぼでここでそうやって試してって、うん、良さそうなやつをちょっとまた持ってってまた一回もう一回ちょっと納得がないと。うん、確かにね。いくらねいや一個 いい面白いものまネできたからとかじゃなくて、やっぱり結局やっぱ優勝しないとダメなのよ。そうね。改めて思うけど最近は数字なのよ。そうだよな。うん、結果なんだよな。うん、本当にちょっとそれは身をつまされるわ、本当にね。ごめんなさい。ちょっとまだいろいろ聞いてもらっちゃって。いや、でもね、うん。こう、そうだな。俺も作ってたの。モノボケ、とりあえず、でもそモノボケは、うん、そうだな。ごめん。うん 物ボケ、ね、物一回西田さん倒したいねだから西田さん物ボケ座ってって戦いに行って勝ったらあの多分優勝と同じぐらいの名誉もらえると思ういやそうだよねはっきり言ってマジで無敗なんだもんすごいなそんな人いないじゃん いやでそこで気をつけなきゃいけないのは、うん、絶対に売棒は使ってうそうだねダメ絶対トラップトラップ危ない気をつけろそれだけ頭にねと一回池田さんが売棒2回ぐらい使ってたけど、ね、やばいやばかったよやばったあと赤ちゃんもよく使うじゃん赤ちゃんも,あ赤ちゃんもあトラップだからやめた方がいいえなにち何んかの子供ってダメなの,、うん、ダメあのやっぱりみんなそっちの西田さんの,あのなんていうのファンタジーというかうのああいうなんていうの漫画的な世界観西田さんそれ得意としてるじゃん、えっと、あれにみんなちょっと影響を受けてるわ 結構そういう残虐じゃないけどちょっとそっち系のファンタジーに売りボートを赤ちゃんで持ってくじゃんみんな大体ああなるほどねあのやめたうがいい勝てない金谷しない,いやもう西田さんにはあのそ,そっちのやり方でやったら絶対勝てないから、ね、そうだねだからそ西田さんにない、うん、もう見つけなきゃだめだねそう,そうだね西田さんはだってチープモノマネやんないもんねやんないから確かに村研しかやんないもんねそう そっかそこら辺で戦っていかなかなまたちょっとこのアーバンブルーラジオでもねちょっと鍛えてるところこういう部分もねそうねはいちょっとねもう報告ねしていきたいねはいというわけでありがとうございま今回もありがとうございました以上「フルーツポンチ」村上でしたしずありがとうございました 青春の光オフィシャル YouTube チャンネルを新ステーションにお送りしました。